い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望大使続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、尾張から美濃、近江に侵攻した真田軍家康なんですが、浅井長政率いる迎撃軍と対戦の末かなり消耗してしまったんですが、なんとかこの馬場城ですね、今包囲中の馬場城は攻略してから開兵したいなと思うんですが、ここに下妻雷連隊5万6000が迫っているので、どっちが先に到着するかというところですね。あとは稲葉山城には北条総運転3万7000、これを差し向けているので、美濃の要衝稲葉山城を攻略したいなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。でですね、ちょっと前線基地の方はこの後武将の配置と歩兵をかけていきたいなと思います。ここは雷電隊の方が先に来たか、馬場城の攻略の前に。これ決戦しても勝ち目はないので指揮は取るのはやめましょう。勝ってくれるか、勝ってくれるか家康、さすがだな。ここは感謝しかないけど、馬場城このまま攻略してもらいましょう。で開兵ですね。雷連隊6万に2万そこそこの家康が勝つか。まあもちろん展開できる部隊数がね、互角になったというのはあると思うんですが、報告いたします。安藤家との同盟があと1ヶ月ですね。ここはまたいつもの兵糧外交を行っていきましょう。先月の終始です。家康対馬場城の攻略、これはもう力攻めにして早く終わらせてしまいましょう。で総軍隊はこのままですね。で問題はですね、まずは配属をしておきましょう。大垣城、これ前線になるんでまた武将を配置していきたいんですが、そうだな、誰をどこに配置するか。酒井忠次を配置する、統率90、まあ文句なしですよね。出た。あとは歩兵ですね。ちょっとそろそろ本格的に前線の方も歩兵をかけておかないと、全く足りないなっていう感じになってきてるので、まあ、多少農民兵が多くなったとしても、かしこまった。前線である程度まとまった数の武将を引き入れる。かしこまった。兵数を確保したいですね。かしこまった。かしこまった。この辺りはね、しばらくはもう何も考えずに雇えるだけ雇っていくっていうのでいいかなとは思います。かしこまった。かしこまった。一揆が起きてるところはちょっと厳しいかな。かしこまった。はっ。かしこまった。ちょっと前線基地で武将の数、あとは、まあ、優秀な武将の数と兵数の確保が難しくなってきてるな。駿府とかも1万ぐらいまでしか集められない。かしこまった。あとは小田原だよね。小田原、小田原が全然集まってこないよな。かしこまった、まあ、まずはちょっとね、この異常な状態を回復していかないといけないかな。少し無理やり徴兵している分、
人中が低くて防兵が効率悪いというのと、一騎が起きているところではそもそも防兵ができないっていうのがダブルパンチで効いてるな。まあ、前線はこれくらいかな。いや、それにしても長宗我部軍の50万は頭一つ抜けてるよな。さらにここに大谷を飲み込むってことを考えると、一番の敵はむしろ長宗我部なんじゃないかっていう感じがするけど、郡上八幡はこのまま上杉軍のために残しときます。紀雲城、松倉城もそうですね。信長に対して真田軍としてはこのまま近江から京に向けて進発をしていきます。死ぬわけにはいかねえからな。まあ、福島正則、杉浦下仁、この辺り処刑してもいいけど、まあ、一旦は逃がしちゃいましょう。おいおい、この真田軍の先鋒隊として活躍してもらいたいですからね。で、家康はこのまま一旦開城させます。開城じゃない、開閉ですね。戻るぞ。ここでやっぱり稲葉山城を取ったっていうのは大きいよね。信長といえば安土城のイメージが強い人もいるかもしれませんけど、僕はやっぱり清須とか岐阜のイメージも強いんで、ね、その清須岐阜両方取ったっていうのは大きいですよね。ちょっと待ってね。滝川軍14,000、浅井長政軍12,000がそれぞれ向かってきてるんだな。まあ、長島城が先に落とせれば長島城で迎え撃つというのが一番いいけどな。ちょっと時間的には長政軍の集結の方が早そうだ感じがしますね。さあ、安藤家との同盟が切れているので、安藤家との同盟切れはこのあと兵糧外交で持ち直していきましょう。で、ここも豪華だよな本当に。まず吉本、申し分ないね。総運も申し分なし。信綱にするか、商業41は大きいな。梅津どうする。商業41、いやでもここは軍事も欲しいからな。そうなると信綱にしましょう。よく考えたな。これにて表情を終わります。軍事系はどうだろう。純粋農兵をまず入れとく。で、あとはそうだな、お金を欲しいので無資源の証券成長中を入れておきます。まあこんなところでいいでしょう。まずは決定的なものっていうのがもはやこの時点になってくるとなかなかないので、じゃあ安藤家に対しては、おっと、そもそも兵糧外交が効くかどうかちょっと微妙だな。ここはなんとしても兵糧をもらって同盟を結ぶっていうねパターンが一番いいかなとは思うんですが、そうか、そもそも今家康と雪村でいうと同じ小田原城に入ってるんだな。これちょっともったいないですね。後々ことを考えて少し後で動かしましょう。で、堀秀政をバンバンに入れますか。で、家康を稲葉山に動かしましょう。家康と雪村同じ城に入れておく必要はないので、
ました。この稲葉山には家康を入れちゃいましょう。そしたらここには家光、光国、いや義直を入れとく。いや、この稲葉山城は楽しみですね。ちょっとなまっちゃいましたけど、楽しみですね。戦場は狭い。そう、うん、ここは負けたくないので確実に勝利をつかむために指揮を取りましょう。雨が降ってるので鉄砲隊の良さはいまいち活かせないかな。あと注意しなきゃいけないのは早雲隊が299、長政が210。これ長政隊に備える方がいいかな。五色備えで味方は早雲を徹底的に守る。一方こちらは長政を誘い込むっていうのがいいかな。なので長政が突入してくるのをまずは待ちましょう。長政隊がぐわーっとかけてきてくれるとすごく戦いやすくはなるので、そういう状態を理想にまずは兵を動かしておいて、絶対にあってほしくないのが早雲隊が撃破されるっていうことなので、それだけはないように気をつけましょう。ご命令を始めよ。覚悟は良いか。始めるぞ。長政は中央からやってくるでいいかな。これを見ていると足の速い騎馬隊、松平康重、これをつけておいて、長政が撤退し始めたら、まあ撤退というかね、後ろに下がり始めたら騎馬隊で追撃をかけるっていうのが一番いいかな。さあどこに来る？まずは堀隊だな。この顔は思ってたよりもだいぶ左翼に固まってるけど、ここは確実に長政の部隊を撤退に追い込むのが重要なので、松平隊は後ろに回り込んででも確実に長政に当たりましょう。注意しなきゃいけないのは早雲の部隊の守りが手薄になって早雲が撃破されるというのは避けたいので、早雲は後方待機ですね。ここは変わらずでいきましょう。残りは全部隊を長政の部隊に突撃させます。これでちょっと様子を見ますか。朝の部隊が逃げ始めるんで、ここを確実にというところで撤退に追い込めましたね。まあ、ここは作戦勝ちだな。
事な戦であったな。でさらに滝川対が同じここに迫ってくるわけだな。常置きこれを処刑するかどうかだけど、まあさ逃がしてあげましょう。後々この雪村軍の首相格として戦ってもらいたいですからね。で総軍隊は連戦になるな。滝川隊1万4000が迫ってるので、ここも自ら合戦の指揮を取って確実に勝利を掴んでいきましょう。で同じ2600しか展開できないので、どうする。ここは滝川隊が161で、向こうは今回はそうそうたるメンバーになってますね。まずは賢良、あとは三太夫、正則、義明、秀長、この辺りはかなり強力ですね。数正がどこに来るかによるな。ここはさっきと同じ五色備えにしておくか、いや違うな、軍師遊撃にしよう。軍師遊撃にして、どうする。軍師統括隊を入れておきますか。これでいこう。で同じく騎馬隊ですね、追撃用の騎馬隊はうまーく活用していきたいですね。まずは敵の陣を見定めたいので、あまり突出せずに、さっきの長政隊と戦った時と同じような形の備えで敵を迎え撃ちましょう。我が命に従え、覚悟しろ。ご命令を。覚悟は良いか。ゲチよ、さあ行こうぜ。いよいよね、ちょっと話全然違いますけど、タイ旅行4月が迫ってきてまして、すごく楽しみにしてるんですけど、前もねお話したかもしれないんですが、5月のゴールデンウィークのタイ旅行の航空券が思ったよりね安く手に入ったんですよね。確かね5万円いかなかったぐらいで、ゴールデンウィークの割にはっていうところでね安く手に入ったんで、4月5月と航空券手配済みなんですが、6月がねちょっと休みが取れるかどうかっていうのがかなり微妙なんですが、まあなんとか5月も休みを取っていきたいなというふうには思ってるんですね。ただ5月は下手したら2泊3日っていうかなり無茶なスケジュールで行くことになるかもしれないなっていうのが心配なところにはなります。滝川隊は左翼に迫ってきているので、騎馬隊を左翼に動かしていきましょう。それに伴って味方を全体的に左翼にずらして、決戦兵力これを滝川隊の方に集中させます。ご命令ください。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。ゲチ、覚悟しろ。であとそのゴールデンウィークはね、前半は奥さんと上海に、上海だったかな香港だったかな、上海だったと思う、上海行って、帰ってきて1日休んでタイに行くっていうね、結構ねゴールデンウィークもむちゃくちゃなスケジュールにはなってるんで、体力的に心配なのと、動画の収録がちょっともしかしたら間に合わなくてゴールデンウィークなんですが穴を開けてしまうかなっていうところがね、ちょっと心配な点だなとは思ってますと。まずは鉄砲が撃てる状態になりましたね。ちょっと騎馬隊が、せっかくの騎馬隊が間に合わないかもしれないな。回り込むのはやめて突貫を仕掛けよう。
で、総軍隊は相変わらず数は少ないので候補待機。始めるぞ。ご命令。で、水谷隊はうまくすれば敵の背後に回り込めるような位置に動かしましょう。数正は狙い撃ちがあるのか。こっから動かないな数正。さあ、ただ全体的にはこちらの目論見通りに動いてますね。ここは数正隊に突貫を仕掛けていこう。ただカズマス隊に逃げられるとまたね戦況が変わってきちゃうんで、逃げられないようにだけしないとババノブアルが先に撤退する可能性があるな。やっぱり逃げられたか。追いつける要素はちょっとないな。ただここは後ろに下がって敵の大軍を相手にするぐらいだったら滝川隊を追って前進する方がいいかなとは思います。馬場隊がちょっと危ないんで馬場隊を下げよう。でこれは総運隊で馬場隊を救援。総運隊もね数は少ないんで敵に囲まれると危ないですけど、この数だったら問題はないでしょう。あとはみんなで滝川隊を追っていきます。よし、滝川隊撤退ですね。まあ、味方の損害はそもそも展開できる兵が少ないんで知れているってことを考えると、このまま長島城は取りましょう。コロクとかも捉えてるね。すまねえな。さあ問題はこの後ですね。美濃飛騨方面は上杉軍長宗我部軍が進行するのを進行ルートを取ってあげるという意味では取っておいて、問題は、伊勢長島方面ですね。亀山城に向けて兵北条総運隊これを差し向けましょう。でさらに同時に進行できるかな。そろそろ同時進行していっても効率が良くなってくる頃なんだけど、そう考えると兵を出せるところがあるかどうかだな。まずは小谷、ここに、いやー、ついに信長軍と雌雄を決するのか。今川義元隊、なんとも言えないな。信長の方の陣形がわからないしな。小谷で信長率いる8900と戦闘になるということ、これちょっと危険だよね。小谷に攻めるんだったらどうだろう。日野とかでも同じ、日野だと信長軍は出てこないね。
信長との決戦は回避していきたいからな、ギリギリまで。金をせびりに来たな。報告いたします。先月の収支です。安藤家とがこれうまく交渉をまとまってくれないと面倒くさいことになるな。結局信長軍が来るね。信長と北条早雲隊の戦いになりますか。そうなるとここは一旦早雲隊は開閉して兵をまとめた方がいいかな。ここも信長軍と決戦するんだったらもうちょっと兵を集めて戦いたいので一旦開閉しちゃいましょう。でだ、時間がいい時間になってきたので一旦ここで終わりにして兵の回復ですね。各城兵の回復を待っていざ信長との決戦に入っていきましょうか。というわけで、今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思いますので引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。